いらっしゃいませ。ビッグカメラ池袋カメラパソコン館のマムネと申します。本日はモバイルバッテリーのご紹介をさせていただきたいと思います。モバイルバッテリーの選び方に関しましては過去の動画がございますので、ぜひご参考くださいませ。本日は旅行におすすめ小型大容量モバイルバッテリーをご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介いたしますのはこちらの3つでございます。まず1つ目にご紹介いたしますのがオーキーの PBN83S という商品でございます。コロンとした形が特徴の1万ミリアンペアアワーのバッテリーです。色が3色あり、ブラック、ホワイト、ピンクなので男性も女性も持てるシンプルなタイプでございます。パスする機能もございまして、バッテリーを充電しながらスマートフォンなどにも充電が可能です。急速充電可能なパワーデリバリーとクイックチャージにも対応しておりますので、何を購入したらいいか迷った方はまずはこちらをご購入をお勧めいたします。続いて2点目のご紹介はアンカーの A1246N11 という商品でございます。モバイルバッテリーのシェア率が高いアンカーよりこちらをお勧めいたします。こちらも同様の1万ミリアンペアアワーで最大出力ワット数が 25W ですので、高速充電に対応しております。またパワーデリバリー PPS に対応しておりますので、同様にパワーデリバリー PPS 対応機器に充電する際、最適な出力数で充電されるため充電ロスが減り、端末の負荷が減るので発熱しにくくなります。アンカー製品で何を購入したらいいか迷った方はまずはこちらを購入してみてください。デザインも他にはないメッシュタイプとなりますので、おしゃれなモバイルバッテリーでございます。最後にご紹介いたしますのはオールテックLPB20015 という商品でございます。こちらはこのサイズでパワーデリバリー 60W 対応、2万ミリアンペアアワーですと大きくて重い商品ばかりですが、こちらはなんと 340g と軽量タイプとなっております。大容量で最大出力ワット数も大きいので、ノートパソコンやゲーム機などのモバイルバッテリーでお探しの方におすすめの商品となっております。こちらもパワーデリバリー PPS に対応しており、低電流モードを搭載しているので出力数が少ない機器の充電でも最適な出力数で充電してくれます。なお、ノートパソコンやゲーム機などを充電する前に機種によって必要なワット数などが違いますので、事前にご確認はお願いいたします。以上、おすすめのモバイルバッテリー3選でございました。その他にも多数のモバイルバッテリーをご用意させていただいております。モバイルバッテリーをお悩みの底のあなた、ぜひビッグカメラ池袋カメラパソコン館までご来店をお待ちしております。